はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうたです。目の前にね、見えてるのはうちで飼ってるダンゴムシですね。2年以上前に子供とね、一緒に17匹のダンゴムシから始めました。まあ途中ね、何匹か入れたりはしたんですが、で、実はですね、僕餌で飼育してたんですよ、ずっと。まあいつかの動画でもね、出したんですけど、餌をね、いっぱい作って、まあ餌だけを与えて、餌だけを食べさせながらね、飼育してきました。すなわちですね、よくダンゴムシで使われる腐葉土というものをね、使ってないんですよ。まあ途中葉っぱをあげたりとか、そういうことはあったんですが、腐葉土をね、使わずに飼育してきました。これ下に見えてるのはね、ココピート、まあヤシ殻ですね、ヤシ殻。あとはハスクチップとかってもね、呼ばれます。まあ若干食べてるとは思うんですけど、まあハスクチップ、ヤシ殻の中にはね、ほぼタンパク質が含まれてないんですよ。まあ僕の構想上ね、あまりダニを入れたくなかったりとか、まあいろいろあったんですけど、腐葉土を使わずにね、2年間飼育できたということでございます。まあ見てもらってわかるようにね、全然調子も悪くありません。まあ真ん中にね、死んでる個体もいますけど、多分ね、どうなんだろうね、水分がね、ちょっと多かった時期があったんですよ。加湿しすぎてしまった時期があって、その時期にね、何匹か死んじゃったんで、まああんまりね、加湿環境は良くないんじゃないかなと思っております。こんな感じのね、大きい個体もね、結構ね、ちまちまいるんですよ。だからね、飼育自体はすごいうまくいってて、まあ、腐葉土を使わなくてもね、実際に飼育ができるよっていうね、参考になるんじゃないかなと思います。でね、今日はね、実験の最後です。もう2年以上経って、腐葉土をね、全く摂取してないんですよ。で、多分もちろん、多分その時に採取した個体は多分もう死んじゃってると思うんですよ。その子孫と、まあ、新たに入れたね、ダンゴムシが数匹いますけど、そのダンゴムシしかいないんで、まあ、ほぼね、多分腐葉土を食べてきてないと思うんで、2年ぶりにね、腐葉土をね、与えていきたいかなと思います。じゃん、腐葉土。これはダイソーにあったものですね。2.5リットルの品です。まあ、枯れた葉っぱを集めましたぐらいの感じで思ってもらっていいんじゃないかなと思います。今日はね、これを食べるのかどうかをね、しっかり観察していきたいと思います。ほれ、うーしゅー、うーしゅー、うーしゅー。あ、塊が入っちゃった。こっちに塊入っちゃいましたね。崩してみましょう。すげえな、菌糸が。カビかな、まあ、カビみたいなもんでしょうね。菌糸ですね。これ入れすぎたな、絶対。ということでね、2年ぶりにうちのね、ダンゴムシちゃんたちがね、腐葉土に出会いました。まあ途中葉っぱとかも食べてるとは思うんで、まあどのぐらいね、もしそういう腐葉土的な成分がね、足りてないのであれば、すごい勢いでね、来ると思うんですよ。まあ、みんな集まってくると思うんで、まあ、匂いにつられてかな、集まってくると思うんで、まあ、食べる姿をね、観察できたらなと思います。まだね、2、3分しか経ってないんですけど、やばい、すげえ食いつきだわ、これ。見えますかね、もう右側の塊とかも完全に丸まってね、食べてる。奥の子もね、2匹とも見えますかね、これ。もうあからさまに食ってんな、これ。やっぱ腐葉土食うんすね。 やっぱ腐葉土食うんだ。いや、すげえな。あ、こんなに食うんだ。あからさまですね。まだ2、3分しか経ってないけど。こっちのね、奥の2人なんか、2匹なんかはね、もうこっちの子とか、ほら見て。あからさまに腐葉土を食べてますよね、これ。なるほどね。やっぱ食べるんすね、腐葉土。まあね、僕も、まああんまり変な雑虫雑菌を入れたくなくてですね、ココピートをね、使ってたんですよ。ずっとね。で、まあ餌はね、餌として作って、まあ樹皮のね、上をね、餌皿みたいな扱いにして、餌を与え続けてたんですよ。で、まあ調子は別に悪くなかったんで、まあ飼育方法的にはね、まあまあ良かったんじゃないかなと思うんですが、やっぱりね、ダンゴムシ飼育者さんいろいろ見てると、絶対に腐葉土使うんですよね。で、人によってはですね、もう腐葉土を床材に使うだけで、餌はほとんどやりませんみたいな人もね、結構いたんですよ。なんで僕もね、まあ腐葉土を使いたいなとは最近ね、思ってたんですけど、まあカナヘビにね、この前ね、床材をね、変える時に腐葉土にしたんで、まあ余りがね、たくさんあったんで、今回ね、ダンゴムシ使ってみようかなと思いました。
こんな感じで食べるならばね、やっぱ腐葉土を使った方がいいでしょうね。多分間違いなくいいでしょうね。まあ、もしかしたら、僕が作った餌で、まあ、足りてるかもしんないし、栄養素ね、足りてるかもしんないし、足りてないかもしんないんですけど、まあ、2年ね、飼育できたってことは、まあ、僕がね、米ぬかとか、まあ、熱帯魚の餌とかね、キャットフードとか、まあ、石灰とか混ぜてね、作ってるんですけど、まあ、それでも十分足りるのは足りるんですが、やっぱね、これ、床材を腐葉土にした方が、まあ、話は早いかもしれないですね。もしね、ダンゴムシをね、買おうかなと思ってる方がいたらね、多分腐葉土を床材に使った方がいいと思います。で、腐葉土使う場合は、多分僕の経験的には多分石灰足りないと思うんですよ。なんで、まあ、有機石灰だったりとか、まあ、カキ殻石灰的なね、肥料として売られてるものがありますんで、まあ、それとか、まあ、人にちょ、亀の餌を使ってる方も結構多くて、まあ、爬虫類の餌だとカルシウムが結構入ってるってことなんでしょうか。まあ、そういう感じなんじゃないかなと思いますが、なんでね、もしダンゴムシ飼う方いらっしゃいましたらね、ぜひ腐葉土使ってみてください。まあでも逆にココピートみたいなもので、まああのあまりねダニを発生させずに雑虫とか雑菌にもね強い床材を使うことで使ってもですね、まあ飼育はできるよと。まあ匂いですよね、主にね。腐葉土って結構ね森の匂いしますから、あまりそういうね森っぽい土っぽい匂いがね苦手な方はね、ココピート使ってまあ餌を与える方法でもねいいんじゃないかなと思います。まあこんな感じでね、腐葉土をね、まあ、使いながらまあまあこの先もね飼育していきたいなと思います。見えますかね、こうやってズームで見ると可愛いんですよね。 手と触覚使ってね食べてるの分かります？あの奥のダンゴムシ、ほら分かりますかね。一番前の手と触覚をねちょっとこう使いながらね、もぐもぐ、ほらもぐもぐしてる、これもぐもぐしてんだよな、ダンゴムシ。ダンゴムシがねもぐもぐしてる姿、なかなかね自然環境じゃなかなか見れないと思うんで、こうやって飼育してないとね。もしねぜひね興味がある方はもうほんと飼ってみてください。多分ねこれだとやっぱり腐葉土でね簡単に飼えると思うんで、たまにカルシウムみたいなものをね与えたりとか、まあ金魚の餌もかなりよく食うんで、まあ、いいんじゃないかなと。まあでもやっぱりこうやって腐葉土食べてるってことは、やっぱりこういう環境があるとこにはやっぱダンゴムシ多いんですよね。なんでやっぱ花壇とかはねダンゴムシいますよね。まああんまり好きじゃない方もいると思うんでね、まあ駆除をねしたいっていう方もいるかもしれないですけど、まあダンゴムシね駆除するのすっごい難しいと思うんで、僕もコーヒーとかねお酢とかやりましたけど、全くね気にもせずね全然問題なく行動します。で前回ねコーヒー殻入れたんですよ。もうありませんから、この水槽の中に。ってことはね、やっぱね、コーヒー殻も食べるんですよ。コーヒーの匂いはあんまり好きじゃないとか言ってたけど、まあ、コーヒーを染み込ませたティッシュの上も普通に歩きます。で、コーヒー殻も置いてたらね、食べちゃいます、全部。なんで、まあ、基本的にはね、腐食性と呼ばれる食性で、まあ、ちょっと発酵の進んだものとかは、もう全部ほとんど食べちゃうと思うんで、まあ、ダンゴムシね、もし家に入ってくるよね、この梅雨の時期に。まあ、なんだろう。よくお店とかでね、床下がない建物だとね、結構ね、玄関とかから入ってきちゃうんですけど、まあね、よくね、角っこでね、死んじゃってるダンゴムシよく見ますけどね、こうやってね、ダンゴムシもね、一生懸命生きてますから、皆さん。はい、もしね、自然のもので殺虫するのはね、かなり難しいと思います。このオカダンゴムシって外来種なんですけど、もともとね、日本にいた種類じゃないって言われてますけど、やっぱりね、そこまで、もう日本全国どこでも見れるまでね、繁栄してる種類なんで、まあね、駆除かなり難しいと思いますけどね。まあ逆にあれですよね、不快だから駆除したいっていう思いも、別に不快じゃなくなればね、駆除する必要はありませんから。ダンゴムシの嫌だからって、薬撒いてるのちょっとあんまりね、僕はちょっと気にしすぎなんじゃないかなと思っちゃいますね、個人的には。はい、ということでね、今日はね、うちで飼ってるオカダンゴムシ2年ぶりにね、腐葉土与えてみたということでございました。まあ、腐葉土ね、あった方がいいでしょうね、こんだけ食べてるんだったら。腐葉土なんてね、山ほどありますから、買ったとしてもね、もう本当に数十円ぐらいでね、多分、満足いく量が買えると思うんで、まあ、腐葉土ね、もしダンゴムシ飼う方はおすすめです。逆にこういう腐葉土みたいなのがある場所にはダンゴムシがいるってことなんでね。まあそれもね、もしダンゴムシが嫌いだよって方がいたらね、この動画絶対見ないけどね。ダンゴムシ嫌いな人この動画絶対見ないけど、もしダンゴムシが気になってる人いたらね、まあそういうとこにはいるよねっていう風にね言ってあげてください。なかなかね薬まく以外に方法はないと思うんで、ダンゴムシ
でね、こうやってズームで見てるとなかなか可愛いもんですよ、うん、オウムですよね、うん、リアルオウムですよこれ本当に。はい、ということでね、今日もダンゴムシ観察していきました。こんな感じでね、毎日毎日投稿しております。ダンゴムシもね、週に1回ぐらい観察してる動画が上がってますのでね、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、週1でね、生放送の方もしております。まあ、ダンゴムシ観察の日もね、まあ作ろうかなとも思ってるんで、まあ飼育している種類を中心にね、まあ、いろんな昆虫とか動物とかをね観察しておりますので、まあ、そちらの方ねぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。